斉藤優の逆転パチンコバラエティー勝たせてください。おはようございます。すいません、いやー、やってまいりました。さあ今日はですね、はい、埼玉県はパラッツォわらび店にやってきました。ありがとうございます。いいとこで、うん、まあ何日か前にも実はねこの収録しましたけど、はい、そうなんですよ、うん、3日前でしたね。そうですよ。どうですか、あの舞台の疲れは癒えました？より疲れてます。あ、溜まってた仕事をたくさんこなして、はい、ご家庭の方はどうでしたか、久々にね帰ってね。いや、1ヶ月ぶりに帰ったら、はい、さっき出かけたぐらいの感じでした。あ、問題なしということでね、はい、一別もなかったです。すいません。はい、ということでね、本日も、片付けくださいやっていきたいんですけども、今日はですね、なんとですねゲストがそうなんです。なんと一度出禁になった方が出禁解除に、やってきてます。大復活祭。そう、大復活祭でございます。はい、まあ本人がどう思ってるかは知らないですけど、出禁解除をかけた戦いね、うん、勝手に出禁って言われてますからねこっちにね勝手に別に本人なんと思ってないけど勝手にやってますけど、出禁、を解除しに、こちらの方がやってきてくれてます。どうぞ。来た。はい、どうもいや来ました。いやもう来たよ。もうすぐ欲しがってんじゃん。いやいやいや、出禁だよ。もう半年もたれんだからさ。いや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 、マジで。いやいや、何が欲しがってるとかじゃない、うん、めっちゃ陽キャじゃんいやそうだ、めっちゃ陽キャじゃん。スタンスで来ると思わなかったな。しかもくしくもね、ここなんですよね。そうなんですよ。一緒にやったのこの場所でやって第1回ね。第1回目のゲストが、まあ、マリーですね、はい、で欲しがってる。欲しがってすぐ欲しがるじゃないですか。ちょっと待って、俺はね怒って入ってくるとかね。いや全然、まさかこのスタンスと思わなかったから俺も今ね動揺隠しきれないよなんで俺が出禁なんだよみたいなね。出たくねえよとかかと思ったら欲しがってんじゃん。いや、すごい色男のスタンスやめろよそうなんだよ。色男のスタンスめちゃくちゃ陽キャじゃん。ちょっと待ってください、うん、だって、うん、こういう番組出る人って男もたらすのはあと10人ぐらい最低いるわけですよ。だ半年もたないんだもん。いや、ちょなんか別に俺が決めてるわけじゃないしすごく恥ずかしい。本当にもう我慢しきれずマリコを呼んだみたいな。本当に恥ずかしそうだもん。本当に恥ずかしそうだよ。本当に恥ずかしそう。呼ばなきゃよかった、うん、俺が呼んでるわけじゃないから。そんなこと言わないでくださいよ。いや今日ね抽選受けていただいたんですけど、まあ、斉藤さんのがちょっと早めだったと。18ゲスト側が先じゃないから、こう台の選定をどうしようかなっていうね。あ、そうなんだ。マリー今日何で勝たせようと思ってきた？僕今60番なんですよ。遅えな。遅えな。60番でそのスタンスで折れるな、うん、なんか秋服絶好調じゃねえかよ。いや、もう秋服って感じきてんの。マジで色男の感じなんかそうなんだよね。最近モテたんか。マリーってなんかあの昭和の俳優さんみたいな感じしてくるからさやっぱ言っちゃら出してきますよ、それ斉藤さんで。まあだからでどうどうし俺何を待っとけばいいですか。そうそう、何打つ気で来ました。まあここで言ったらライバル多いんだから。そういうとこですよ。何を学んできたの。いやいやいや、俺があなたから何も学んでないのあなたから何も学んでない。めっちゃペテンなんだけど、うん、めっちゃペテンの口調。本当だよ。だからちっちゃい声で、じゃあマイクが入ってるんでちっちゃい声で。何もしゃがないんじゃないですか。88% ぐらい取れないと思いますけど、うん、それまあ、なんかねちょっと徘徊しとくの。僕は 6.5 を取れればいいかなと思ってるんで。終わりました。その辺でいきましょう。お願いします。はい、それでは勝たせてください。でもマリモのあのスタンスちょっとなんか掴んだ感じあるよね、向こうが、うん、あのスタンスができるから多分生き残ってるんですよね。なるほどね。すごいよね。すごいよね。悪びれる素振りないもんね。石原裕次郎みたいな立ち位置で登場してくるんでね。昔からそうだったっけ。いや、わかんないけど、さすがにもう大ベテランですからね、うん、なんかすごく強気だよね。石原裕次郎みたいなんだよな、ほんと。寝台空いてるよ、寝台。あ、ハードボイルド。ハードボイルドは多分ね、斉藤さん無理。無理ね。ああもう瞬殺でした。新鬼には無理だ。犬夜叉行く。あ、犬夜叉空いてるね。一応犬夜叉で待とうか。うん。あ、来た。どう、マリモちゃん。もう 6.5 で空いてんのここぐらいだった。じゃあ一旦ちょっともう、うん、俺お腹が限界なんで行ってきます。知らん。どういうことだよ。知らんだよ。知らねえよまあじゃあ犬夜叉行きましょう。はいはい。なんとかギリギリ 6.5 号機犬の足は取れました、ね、ちょっとでもマリモちゃんがなんかグズグズ言ってるのは気になってんのよ、はい、これはね
しょうがないんですよ。まあ危ない台ではあると。当たりっぽく見せたチャンスしか来ないで終わる可能性が大いにあります。そうなんです。だから今そのいわゆる収録で、うん、ライター演者朝これ打つのちょっとうんってなるっていう。なるほど。一日中一回もいいとこない可能性はある。ただ、うん、今一番出るのは間違いない。万枚とかって話も聞きますよ、はい、万枚も出てます。出るのは出る、出るな、一番出るのがこれだと思います。間違いない。なるほど。だからその分ちょっとリスクがあるよ、まあ、リスクもありますね、ええ、でももうしょうがない。マリモちゃんがだって番号弱かったんだもん。あ、またそういうこと朝から言うの。いや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 、いやいや、そういうことじゃないけど、うん、もうマリ激なえだよ、うん、いやいやマリ激なえ、ややこしいな、うん、もう何も言わないで打ち始めてる。いやいやいや、ちょっとマリモちゃんなんか教えてあげてよ。いろいろちょこの台のこと俺初めて打つんだから。初打ちだから、うん、僕も今日で4回なんですよ。取れないんだよねこの台が。やっぱりあのね、やっぱ人気はある。まずはちょっと台のなんか雰囲気を概要ね。まずは、うん、なんだっけ名前忘れちゃったな、ボーナス、シコンボーナスですね。シコンボーナスを4に魂でシコンボーナス、はははは、そこを目指します。はい、なるほど。シコンボーナス中にでも決まることはあんま多くないか。その後のチャンスゾーンで仕留めるみたいな感じだったかな。なるほどね。はい、あもういきなりこれ来た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 、はい、これ真ん中から真ん中。あー、おめでとうございます。斉藤さんおめでとうございます。もうラッシュ違う、早いな。なわけないでしょ。何こっから、まあ、あの当たってるかどうかですよ。まずはそのあやかし退治っていうので、はいはいはい、当たってるかどうか、うん、あ、まあ、前兆ステージですね。ボーナス的なの前兆ステージ。え、ここの間に何か引いた方がいいみたいなことはあるの？もう決まってるの？まあ、もしかしたら、うん、やっぱ強い役引いたら書き換えみたいのもあるかもしれないけど、うん、あ、それちょっときついっすね。厳しそうやね。厳しそうだけど、うん、たまには勝つんで絶対に諦めないでください。ちっちゃい子供よりはいい。いや、まだあの何も知らないから諦めも何もないんだけど基本は弱いっす、はい、基本は弱いっす、はい、あ、もうね、諦めていいことなんか一個もないっすからね、斉藤さん。いや、諦めてないんだけど、うん、まだ朝だし。俺今日でも勝ちたいのはね、うん、明日娘の誕生日なのよ。おー、もう成人になるから。あ、ね、18歳。あ、そっか、下がったんだ。そうそう、新成人適合一期生みたいな。やば、はいはいはい、いいもん買ってやりたいんだよね。え、娘からもう要望言われてんすか？ AirPods Pro、 あー2、リアルだな。3万8000、最近出たやつね。3万8000よ。だから3万8000勝ちたいわけよ、1人。あーはーはーはー、今日はじゃあ結構高望みだな。ってことは今日は14ぐらいから、うんうんうん、3人で14ぐらいからできるってこと。そうだね。でも犬やしゃだったらありえる。俺も言っていいですか1個、うんうん、うちの息子今日誕生日なんですよ。すげえ。だから、うん、そんなこと言うんだったら僕だってそれぐらい欲しいっすよ。あ、じゃあ、うん、勝つね、まあまあ、マリーちゃんの息子まだめっちゃちっちゃいけど。まだ小学生ですけどまだめっちゃちっちゃいけど、そんないいものをねあげてもね、うん、いやでも勝つんじゃないの、その頑張るパパが。あ、今日は頑張るパパコンビだ。つまり清志郎同盟飛ぶですね。わかりづれ、ね、かりづれ、ね、清志郎同盟飛ぶでいいですか？昼間のパパはそうそうだ、まあパチスロ打ってんだけどね、うん、ビビると思って言わなかったけど、うん、最悪3000ゲーム当たんないです。嘘だろ本当に。いやいや、もうゴッド以上やいや本当に最高で3000ゲーム当たんないよね。そうなんだよ。まずだから犬夜叉はどう出すかしたら、うん、絶対に1000枚出す。そうすると、うん、50% で引き戻せるのがついてくる。1000枚いかないと引き戻しチャンスがないんだ、もらえないんだ。いや、1000枚いかないで引き戻しチャンス 50% 出てきたら、だから設定あの1でも 120% 超えるわマジで。あー来た。ああ、かい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 、ほら、もう最初から大丈夫。よしよしよし、とりあえず信じたい。あー、ほら、来た、ほら、チャンスパターンまで絡みました。はい、どうぞっと。オッケー、ナイス。8000円、228。じゃあ、お先ですよ。さあ、マリ で、こっからなんよね。こっから、まあ、とりあえず入り口に立ったっていうだけです。シコンボーナス、あと何個関所があるの？まあ、早ければこのボーナス中に決まりますけ ど、 ダメだったらその先でもう一回チャレンジ。ああ、もう一回あるんだ。これも疑似遊戯って、はあはあ、ブルブルしてる。これ確か揃い方もあったよね。あった。右上がりと中段でなんかこっちでも良かったのかな。斜めのが良かった。良かったと思うよ。てかね、斜め大チャンスだよマリ。確かマリモちゃん、いや残念、ここでは当たんなかったです。さあ、マリモちゃん
頼むよ、見ててくださいよ、鉄砕がチャンス、本当に頼む、斜めは本当にチャンスだからね。そうなんか鉄拳チャンスみたいな言い方すんのは本当にチャンスだからね。何かを揃えればいいです。強い役であればあるほどいいんですけど、でここは揃えば、はい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 、ここがね多分優遇されてるよ、斜めいけるいける、まじまじ、これ超大事だって、ネバギブアップ、ネバギバ、おい、あ、びっくりした、あ、でもこれさ行かないと伸びるよね、ゲーム数確か、一回もなければそれだけでチャンス、そう、一回もなければ伸びるんですよ。あー、これ一回揃ったら OK ってわけじゃないのね。あのね、揃ってからなんだよ。あね、あれこれ、あれ、もうワンセットできるパターン、あー、できない、あー、揃っちゃったよ、これはやばい、もう1回いきますよ、はい、頼む、いけるよ、あー、めっちゃ弱い、そういうこと、揃えばラッシュ、あー、何も変わらったり、あー、残念、あー、いや、諦めてる、諦めてない、全然諦めてないっすよ、さあ、来い、マリモちゃん、いけるよ、いける、いける、来たよ、終わりだね、うん、だよこれ、マジで何やってんだよマリモよ、だよこれ、こっちのセリフなんだよマリモよ、こっちのセリフなんだよ、なんで俺は悪くねみたいな面して、だから嫌なんだよ、まあ、そうだ、そうそうそう、あ、次の場で勝機をつかむ未来を待つ、これ熱い、熱い、多分次の仕込みボーナスで当たる可能性非常に高いっていう、きた、思うんだけどね、なかなか取れないんでね、確かに、決勝馬の球、あ、激アツきました、これはもう斉藤さん安心してください、決勝馬出た、もうラッシュ、ラッシュまで行ってきますね、あのね、もうだから新コンボーナスが濃厚だから、うわ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 、一番熱いやつしか残ってない、これ外れたらね、結構 やむレベルまあまあ激アツ出てますからね、熱っ、市川君激アツ当たるから、ああ覚えといて、これいや知ってるよ、腹立つはこの親父、てんだよ同級生でしょ、うん、パチス、パチスロライターという立ち位置をやめたおじさん、ただのおじさんに、ただのおじさんが出す可能性あるわ、正直、いやでも出しゃいいのよ、うん、パチスロライターでもただのおじさんでも出しゃいいのよ、何でもいいんですよ、あ、ほら、まあ、普通はこうなんです、ここはね、でもここチャンスなんだもんね、そうですよ、ここ出てるんでね、それだよね、いやマリ頼む、マジでマジで頼む、でこれずっと出てんだね、普通消えると思うんだけどな、これあもう、ああレインボーだ、かけらチャレンジ、やっぱそうなんですね、初めて見たし、つうことは何、俺も初めて見た、もうラッシュ見せられてる、すごい、なんか知んないけどめっちゃクールなんでそのクールなの、いやこんな当たり前じゃないかマリこんな面白かったっけ、なんだよどういうことだよ、めっちゃおもろいな、いやありがたいけどね、めっちゃおもろい、2枚目で、はいはい、でもねマリーがこれラッシュ行くなら全然大丈夫です、そうだよね、うわすげえ、はい、うわ押したいですか、赤ぶた、いやいい、まあ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 、まあ、せっかく福岡が来たんだから押したいですか、悪いね、うん、なんだおいなんだよ、押させないですよ、なんだよ、めちゃくちゃ性格、調子に乗っちゃねえぞめちゃくちゃ性格悪いんだけど、調子に乗ってるよ、一発目ぐらい俺が押しちゃっていいでしょ、いやいやいや、じゃあ何で誘ったんだよ調子に乗んじゃねえぞ今日楽しいな、今日マリ酒飲んできてるじゃん、マリは今日あんま寝ないで来ちゃったんで、なんか嫌な、なんかテンションがね、テンションめっちゃ、なんか前の時より輪をかけて変なやつだよなんか今日すごいな、行きましょう、さあ出してくれ、前で一応ね、一発目のラッシュなんで、斉藤さんに一応概要を ね、はい、お願いします、ボーナスを引くと、まず最初は一発目は1個なんですけど、重ねれば重ねるだけその分出てくるんですよ、多分1個取るじゃないですか、それだとまあこれが20なくなるまでに次のボーナス引いたら、次もう1個出てくるだけじゃなくて2個出てくるんですよ、あなるほど、で2個当てた後にもう1個当てて次3個なんで、どん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 乗っかっていくんですよ、だからめちゃくちゃどん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 熱くなるんですよ、で、全然ベルとかでいいんですよ、引くの、そう、これだから2連させればいいのよ、同じナビをね、次赤のナビを出したら、まあ、一応 40% って言われてる、なるほど、うわ面白そうなやつよ、そうそう、そうだからこれ今2連しなかったらダメなのよ、で、まあ、チェリーとかスイカはもちろん持ってる、いかに同じ色の7のベル、はいはいはい、を2連させるから勝負なんだこれ、はい、これこれだからこれ最悪なんだこれ、違う色同士揃えてくるのが最悪、互い違いがダメだよね、はい来た、はいはい、これ OK、
さあコロッケ、はい、これ赤2連あ、これは強めじゃないっていうか、まあ1回目だからね。で次でぶった切りが止まるかどうかです。おお、まあ、止まりますよね、最初なんでね。めちゃくちゃおもろそうよこれね。斉藤さんめっちゃ気持ちいいから、これマジでなんやこれ、これ半端じゃなくて気持ちいいからこれで、まずは一発目、ああ次もし当てられたらもう2発出てきて、まだごめん理解できてないけど見る見る、いきましょうか。これビタ、まあまあいいや、ビタ押しが必要なんですけど、まあ、それは別にあんま気にしないでもらって、一応設定したが出るんですよね。そうそう、ナイス、これだから安いんだけど、安い方だね、まあ、チャンスなんで、これだから割安い方のボーナスなんですよ、一番弱いやつです。なるほど、まあ、レギュラーです、レギュラーボーナス。犬やしゃ揃いか赤揃いか、あと青揃いもあるから、青揃いが一番いいですね。でまた戻ります、16から、はいはいはい、まあ、だから残り16で引けたのはいい方、4ゲームで引けたらかなりいい方。なるほど、これでまたチャンスが来ましたよってことですね。決勝丸様さすがです。お願い、あー赤に当たった当たった当たった、熱い熱め熱め、あれよーねー、赤文字はもう激悪、2個ね、あーなるほど、そうそう、これで2連続でボーナス、これねかなりうまい、あのね、ゲームスだいぶ残してる、だいぶいいよね、なるほどね、うん、お、これはオビック、 なんて言ったら犬やしゃです。あ、犬やしゃって言った、これいつも言うから、犬やしゃだった今、犬やしゃで、であの第3リード止めた時に言うのお座りっていう、何も言ってなかった、何も言ってない、あのね言われたことないからかもしれないけど、いつ言うのかもよく分かってない、あのね聞き取れないぐらい、あのお座りっていうこの最中にここをねどんどん育てるんですよ、これをどんどん育ててって、育てていくとこっちがあのなんか原産がストップしたりとか、さらに上ってそのゲーム数が乗っかったりするんですけど、まあ、こういうことですよね、こういうのでここで止まりゃいいんですけど、まあ、止まらなくてもチェリーで今ポイント貯めたん でこれが育っていくとさっき言ったみたいにこっちに生きていく、はいはい、いやマリここよ、正念場、ここそうなんだよな、ここを早めにどんどんこう当ててっていうか、正直4まで行ったら結構戻せるから、昼間のパパの気持ちいただきます、行こう、なんだよふざけんなよ、大丈夫だよお父さん、おー、なになに、契約じゃん、ええ、チャンスね、うわ出た、たまにある、これなんもないやつ、なんもなくてもたまにある、たまにある、これ当たるね、超強いだよね、そうナイス、3つ目、強いよ今日出た、ラッキーボーイ、うめー、ナイス、喋ってる、全然喋んない、多分斉藤さんなんて簡単にハマっちゃうよ、マリコちゃんもここでやられるの一番雑魚よ、一番もう当てた方がいい、はい、もう絶対に俺雑魚なんて呼ばれたくないんで、でしょ斉藤さんにだけは、いやー次いつ来るかマジで分かんねえぞ、これ逃したら、さあラスト、ラストチャンス、赤だな、赤だな、かもうそれ以上の役、役、さあ来い、さあ来い、おお、うめえ、ええ、あ、うめえ、ああ殺生丸様一個でいった、なんで、でもなんかその見えないパワーもね、なんかある、見えないパワー、見えない力そうそう、ビーズ、ビーズさん以来の見えない力があるんです、ビーズ見えない力ある、ごめんごめん、どういうことよ、だからボケとかじゃなくて、だから本当にあの誠しやかにさせかれてる、強 AC ね、だって今のレイク引いたんならあれだけどさ、うん、これでもさもう次なんか引かないとすぐ終わるよね、大丈夫です、あ、赤いよ、チャン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 、オッケーオッケー、そろそろ大丈夫ですよ斉藤さん、さすがにね、よし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 、初仕込みボーナスね、斉藤さんに出したいって気持ちがあるならそれはもう大丈夫です、マジ出したい、誕生日なんだよ娘の18歳の、じゃあ大丈夫、買えないんだよこのままだったら、2人とも誕生日ですからね、いやすごいな、それ結構奇跡だね、このままだったら類似品の安いやつになるよ、偽エアポッツ、アマゾンとかにあるやつね、うん、やだよ、俺もちょっと行っちゃいますね、どうぞ、さあ、鉄斎ガチャーン、まあ、霊薬引ければ神、霊薬ね、うん、うわ、なんか引いたかも、引いてるんじゃないか、これ引いてねえけど、そうだった、まあ、リプレイ頼む、エイティペンです、
デイ。あ、来た、久々聞いた。ああ、斉藤さんいける。あ、惜しい。まだまだ。めっちゃ惜しかった今。斉藤さん本気出そう、本気出そう、ここね、本気出そう。1、10です。え、ピアニッシモバージョン。あ、不発。こんだけ苦労して、やり直しです。やり直しです、はい、また1からか。2500ゲームに減ってるんで、あと、うん、いや、投げ投げ。だから言ったでしょ最初に。あと218枚取れば、とりあえずベルカ連絡1打目。うわ、ここだよ、震える。あー、一応ベル。でも1ゲームだからな。お、最後若干優遇なんだよね。あー、残念。え、終了。うわ、790はでもちょっとこれ悔しいね。ここまで行ってダメだったら、ね、そう、1000までいけないとダメなのよ。斉藤さん、はい、12回やった中で誰が一番勝たせてくれそうでした？やっぱ嵐さんだね。嵐さん、あのね、斉藤さんはね、嵐くんのことやっぱスーパースターと思ってるから。あ、はいはいはい。あの、嵐くん来た日朝緊張してたもんだって。マリモの時と全然違う。嵐さんどんなところ？やっぱ絶対に勝たしたいっていう本当の優しさみたいなの見えるの。あ、優しさは確かにめちゃくちゃ強い。でマリモちゃんなんて全く思ってないでしょ、勝たしたいとか。ちょっと一言、何だと思ってんの。いや、本当に全く思ってないと思う。本当にひどいよね。今日なんても酔っ払ってんだからさ。お、酒全然止まないんですけど。下戸なんだけど。下戸なんだけど。いや、だってもう1回目に来た時に負けてるし、なんかほら、やる気みたいなのがないもんね。まあ、当ててるからいいんだけど。まあ、はっきり言いますよ、うん、やる気とか元気でパチスロ勝てんだったら誰でも勝てんだよ。もう、もう、確かに。やかましい。賢者モードよね、もう。だから、あの、番組で、だマリ…え、うわ、やっぱいいじゃない。いい台なんだよ。あれ変わってくれよ、台。それでいいの。あ、でもこれなんか負けるパターンな気がしてきた。あ、たまにこいつにも負けるんだよね。はいはいはい。あ、でも勝つわ。負けるわけねえじゃん。どうなん、どっちなんだよ。酔ってんだろう。だ、マリは見てるかわかんないけど、結構この番組でもね、マリーできんっていう話死ぬほどしてるからね。そうそう、俺だからそれで怒ってきたりするのかなと思ったら、死ぬほどしてるから、まさかの欲しがってるっていうスタンスで来たから俺も焦ったのよ。やるじゃん。あれからもちょっと調子崩しちゃったんだよ。その方向で来たかと。できんって言われてるのは知ってましたよ、なんとなくね。でも勝手にそっちに解いて勝手に出してんだから、もう欲しくなってるってもう一択じゃん。いやいや、欲しがり一択じゃん。いやいや、斎藤欲しがり一択に改名してくださいよ。なんだろうな、なんか苦手だな。やめてくれよ、うん、まあ、隣に行ってまだあと4時間ぐらい死になきゃいけないのに苦手っていうの。いやー、頼む。見えない力。あ、見えない力なし、なし。あ、まあまあまあ、そんな簡単じゃねえわな。その通り。あ、でも満月になりましたよ。おお、そうなるとどうなると。これなんか上位チャンスオンのチャンス、これがあるよね。ある、行っちゃえって。行かないか。で、行かなかった場合、斉藤さん、そのなんかひし形のマークみたいになるじゃないですか、左側に。それ満月1回になってスカルたびにそこに溜まっていくんですよ。あ、これね、はい、それ全部溜まると、あの、必ず入ります。当たんねえだろ。うん、大丈夫大丈夫だって。斉藤さん、行けるよ、行ける。あー、マジで行かねえな。やっても意味ねえよ、こんなの。あ、なんだ、満月になった。あ、いけるいけるいける。これね、行ったら超熱い。これ正直、このチャンスゾーンは絶対外しちゃダメなの。このゾーン行ったらね、行ったら絶対に外しちゃダメ。あ、行きそう行きそう。いけ、おい、行った行った行った。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。斉藤さん、ここね、マジウルトラチャンス、ウルトラチャンス。ごめん、教えてこれを。モーリオーマル激アでぶった切り出し。書いてんだ、そういうことじゃないんだ。お前何しに来てんだ、この野郎。ははてめえ、この野郎。いや、これまたあれですよ、教えてくれっつってんだよ。さっきと一緒。あの、引いた役によって、まあ、その戦い、バトルに行く期待度も変わってくるんですよ。何回でも戦えるんで、引きが良ければ。あのね、正直ね、弱者とかでもいい。そう、何でもいいので、とにかく引けばいい。あ、もうそのままぶった切り、ラッシュ。はい、ラッシュです、これ、ね、あのね、さっさ、このチャンスゾーンがチャンス超大事。いきますよ、さっさ、これマジで大事。 OK。お、なんか静かだね。え、基本的にリアクション起きた時点で熱いっす。
なるほど。あ、静かに毛量丸が、うわ来た、聞いたよ斉藤さん、ぶった切りチェリー、うまこれ、これをあげたい、重いからね、普通に重いやつ、石井さんマジでマジで全然いけない、ちょっとマジで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 、なんでだこれね、一番大事だから、オッケー分かってんのよ、インディペンデンス、あ、いいっすね、なんかなんか役、気配してる、気配してる、気配してるよ、あー、一応一回、一回お情けで行かしてくれた、お情け、倒せばいいんですよ、ただ倒すだけでいいんですよ、これはこれで終わりじゃないよね、これ前兆です、これ終わりじゃない、まだゲーム数残る、戦ってくれます、戦ってくれます、まだ頼む頼む頼む、でも1回目で決められるならそれでいい、頼む頼む頼む、めっちゃ強いから決勝まで、青のまま決勝まで、このベルは関係ないの、まあ分かんない何も出てない、詳しいことが全く分かんない、何も出てないのよ、あれ雰囲気いいっすね、でも青のままだね、いい青だね、いい青とかね、あーちょっと足りなかったっすね、やばい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 、僕も同時に進めますわ、じゃあ、いやマジレアコシレアコシ、え、イッチーさんこれ外したことないでしょ、ない地球上で初めて月下外すやつかもしれません、ね、あ嘘だろ、俺見たことないんだよな、地球で、地球でやばいやばい、もうダメだ、もう回したくないこのまま終わる、ダメダメダメ、このまま終わるんだったらめっちゃハイエナされるから、これ激アツだから、これマジで、だってあと1回は行くから、そう、あの絶対に行くから、もう1回は強い気持ちで、見えない力、もう ね、 いいね、いいね、内部的に当たってる可能性もあるよ、あそう、正直見えない力、いやあと1回か、可能性はある、ラストバトル、マジかよ、殺生丸めっちゃ強いんですよ、殺生丸は味方なの、殺生丸は ね、 兄 ち、 ゃんあのね、兄ちゃんですよ、うわ一番人気キャラでしょ、うん、塩招きみたいに片腕だけすごいんですよ、ね、色が上がっていくわけですよ、本当は、なるほどね、逆に白のまま熱いとかないの、ありそうだね、多分白のままってあんまないけど、そこら辺もサンプルが少なすぎるから、あ、なっちゃったね、多分白のままは多分熱い、頼む、やった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 ほら勝たせてください、見えない力があります、見えない力が、ありがとう、地球初のなるとこだったよ、危なかったっすよ、増えすぎだな、167ゲームラッシュラッシュ19000、さあ取り返すよ、あの1万9000で到達できたら早い方よ、これあそうベル2連ベル2連そう青次も青ここだよね、こ、ここも青、インディペンデンス、はい、赤ダメこういう遊びですよ、なるほど、次は赤、はい、よし、これ割と止まるよ、よしよし、あの8割ぐらい止まるね、一回は結構当たりやすいんで、はい、この子はね、弱いよね、弱い、さあ 40%、 あ、白白白、まあ、多分これいけますよ、おっしゃ、1個目は甘いんだよね、気持ちいい、最高に気持ちいいでしょ、これ、これやばいでしょ、気持ちいい、これやばいでしょ、やばいね、やばいでしょ、もう俺ほぼ行っちゃってる、もう虜だよね、もうこれ、ほぼ行っちゃってるよ、今ほぼ行っちゃってる、早いな、見倒しできてる見倒しできてるあー最後はズルズルだけど見倒しできてるえ、すごい、マリモちゃんも当てちゃっていいからね、 ありがとうございます、うん、じゃあ、言葉に甘えて、封印確定って何、あ、封印確定したんすか、うん、チャンス目引いたのよ、あ、タズさん、それ熱い、あの、減算されるゲーム数が止まります、なるほど、じゃあ残念、こっちはいいよ、ポイント溜まってってるから、赤と赤で、あ、来た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 、おっしゃもうね、赤ほぼ鉄板なんだよね、ありがとうございます、犬屋舎のあの赤、裏切らないよね、裏切らない、これ音出してないけど、どうし大丈夫だった、あ、まあまあいいや、あの、本当は出してほしい、あ、これレギュラーだ、はい、でも赤が滑る可能性ある、ただ滑ってくるがありますよ、おいビッグ真裏を押してるけど全然聞こえない、うん、真裏を押してるけど、さあ行きます、頑張ってください、早めにね、封印の間に、封印の間に、
あもう終わった封印が。そうなんですよ。はい、ここから頑張る。やばいやばいやばい、急に怖くなっちゃった。もうここだね、ここだ。赤いけるよ。あおめでとう、ありがとうございます。斉藤さんおめでとうございます。ありがとうございます。あー弱い、いけるいけるいける、いける、強い気持ち。赤になる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 白白白白白、ほらおいったー、いいね。勝たせてください。白白白白白だ。これはこれはでかい、これはでかい。さあここ大事、一番大事、もう速攻で決めるよ。さあさあここマジだよ、4だからね。4 OK OK、もういいよ、チャンス何回か問答無用、あの0点引いちゃえばいいから。ここでいっちゃうね、もう。はい、これ赤。オッケー、うまい。やっぱうまいな演出は普通。なんかね、もうあそこでね、もうチャンスアップがあんのよ。あーうめー、これは来たろ、来たろ、来たろ。あーすごい滑ってきた、真裏押してるけど、真裏押してるけど、オッケー、全然オッケー。ありがとうございます、勝たせてください。これは1000万いったんじゃないですか。これは熱い。内藤さん、はい、安心してください。目標達成できるんで、これ大丈夫ですよ。安心して。いや別に、ね、あなたから何もしてもらってないの。何がある、早く当てろよ。動画上マジで無意味な絡み。そうなの、マジで無意味な絡み。マジでさ、うん、なんか柳みたいな男なんだよ、うん、ゆっくりとただちょっと変わっただけ。そうそう。あーおめでとうございます。1000万いきました。マリモちゃん行こう、もうほんと、あ行きましょう。俺行かなかったことないんでね。ほらね、行かなかったことないんすよ。おい、はい、これはね、めちゃめちゃ熱い、めちゃめちゃ熱い、めちゃ、これでかいよ。マリモちゃん行っちゃおう。あー熱い、うめえ。これは取ろうよねということで。ええ、マジマジ嘘だろ、マジ嘘だろ。今のはやばい、リアルにちょっと動揺してるよ。今のはね、ずっと冷静を保ってきたマリモちゃんがちょっと、うん、あの目が、え、目が信じられなかった。5でしょ、5です。え、あのね、残り5個で13残ってて、封印ってめちゃめちゃ強いよ、すごい、はい、初 AT ってそれ味わっちゃったら2回目からの方が物足んなく感じちゃうんじゃないかと不安です。 なんでネガティブな意見を。そうだよ、そんなことやっちゃったら。大丈夫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 だよ、大丈夫大丈夫。あ、もう封印なくなった、早い。もうここ青、ここ、あーやべ、俺こうやって終わる人生なんだよ。大丈夫大丈夫大丈夫、自分を変える。斉藤今日だぞ、あ黙ってろ、ターニングポイント今日だぞ、黙ってろ。俺は変わる、本当にぶったけ。おっしゃ、父親としての威厳、父親としての威厳、今こそ見せろ。ちょっと違うよ、イルマのパパは。違う、絶対違う、ただパス打ってるだけじゃない。ちょっと違うんだよ、パス打ってるだけじゃないよ。イルマのパパ、いけるよいけるよいけるよ、ぶった切るよ、気持ちで止めるよ、気持ちで、気持ち、オーケー。まあまあ白白白ね、やばいやばいやばい、大丈夫、まだいける、イルマのパパはちょっと違う、いくぞ。おし、うまい。いや、ここの 40% がな、多分ね、結構し厳しいよね。赤、俺正直ね、お、うわ、見えない力だこれは。そう、俺ね、5回ぐらいぶった切りってダメだった時あったからね。見えない力じゃないよ、斉藤の力だよ、ここからは。うるせえな、応援しろよ。斉藤のパワー、パワーオブ斉藤だよ。いくぞ、パワーオブ斉藤ね、わかる、言ってること頼むよ。パワーオブ斉藤。パワーオブ斉藤。斉藤のパワー、ほら来たよ、来たー、パワー、パワーオブ斉藤。昼間のパパはやっぱ違う、違うんだよ。いける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 、 5% ぐらいはあるはずだ。赤赤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 。いや危なかったよ、たまんないでしょ、もうそれぐらいのコスになってくると、ね、やる作業はゲーム数戻す、戻すね、大丈夫ですよ。ほら来たー、おー赤文字、来た来た来た、あーうめー、おいしょー、うめー。4回目、微妙っちゃ微妙ですけどね、4回なんでね、いけるでしょう。さっきのやっぱな、赤のあれちょっとやっちゃったのはね、引きずるな。175ゲーム、はい、175、投資が追加2000円で1万1000円です。さあ行きます、お願いします、めちゃめちゃ大事、超大事、
封印してる間に2連ベル1回は行きたい。次よ次よ。あーやべ、あーずれる、ベレコだ。これはまずいぞ。もうここで行っちゃう。あー封印解けた、行っちゃうね、封印解けた。青ね、初めて見た、意外。1ベル、ベル、やばい、うわ最悪だわ。青赤青赤って言ってる。最悪。何これ何これ、当たった、当たった。あ、じゃあ4回目で、岩井初めて出たんで、おー4回目で、4回目が天井だったの、天井だったんだ。よしよし、ちょこちょこソフトタッチするんだよ、やめてもらって。パワーオブサイトって言ってんじゃん、だからパワーオブサイト。パワーオブサイト、パワーオブサイト、パワー、やばい、うわテレコ全部やば。青赤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 って言ってる、これパワーオブサイト、頼む、うわやばい、ずれるな、パワーオブサイト全く使えないじゃん。両方逆なんだけど。でも最後見えない力で赤引くわ、ああ頼む、見えない力、ほら、いいよ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 、いいよ、ナイスナイスナイス、もう頼む頼む、うわ惜しい、でも悔しい、6個だったのにね。そうこれね、次行ったらもうほぼ完走だったと思うよ。じゃあ私2度目のお願いします。ただね、さやさん、うん、引き戻しついてきてるから 50% ね、あの 50% で今のもう一回できるからね。ありがとうございます。先に待ってますからね、はい、これもね正直何で復活するかよく分かんないです。何にも行かなくても復活するし、いきなりレイクでレインボーになることもある。最初はね、最初はね、オッケー、3段階目で確定か。私は一発目とりあえず、ナイス、ありがとうございます。早いね、パワーオブサイト、パワーオブサイト、やべ、もうダメだ。大丈夫ですよ、やもうパワーオブサイト、パワーオブサイト、デッデッ、いける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 、え、終わりです。パワーオブサイト一回も何も起きないんだけど、マジでこれはもう大丈夫です。赤ね、赤が、ね、はい、大丈夫、ナイス、ナイス、本当いける、よっしゃー、早い、ナイス、よっしゃー、でかいでかい、これで全部で5個、6個か。それでは前半はなんとプラスでありがとうございます、終えられました。後半戦 AirPods Pro のために2人とも完走いきましょう、お願いします。うわ、うめえ、あーさすが、うめえ、俺はこっから追加投資ですよ。え、何やってんだよ、2000枚突破、